グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。FIFA ワールドカップカタール2022アジア2次、予選受けに AFC アカップ中国2023予選の日本代表対、タジキスタ代表戦が7日に行われている。71分には、MF、川辺俊のルで、日本代表が4-1とリードを広げた。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも短視聴。1ヶ月無料お試し実施中、前半は、古橋徹のゴールで立ち上がりに先制した後すぐ追いつかれてしまったが、南野拓実の予選7ミ連続ゴールで勝ち越して、前半を折り返した、本代表。後半も開始直後から積極的に仕掛け、51には、橋本健人の代表初ゴールで2点差とした。ラに71分、前線からの守備が日本に4点目のゴーをもたらした。バックパスを受けた GK やティモに対して、鎌田大地がプレスをかけ、苦し紛れ出されたパスを、川辺が狙う。相手 DF の前に入、ボールを奪うとそのままダイレクトでゴーを狙い、無人のゴールへのシュートを流し込み、だ。川辺は、日本代表出場2試合目、初先発での初、ル。起用に応えた選手たちが結果を出し、非代表の7戦全勝は、目前となった。両。